こんにちは。今回からプログラミングの実践編ということで、 Python のプログラムを使ってリアルな問題をシミュレーションしてみようという内容に入ります。まず今回シミュレーションしたいのが釣り線問題ですね。これ実際僕が高校生の時の話なんですが、文化祭のクラスの出し物としてあるものを200円で販売したんですね。で、前もって100円玉のお釣りを用意しておく必要があるだろうということで何枚か準備してたんですけど、当日全然足らなくて販売ストップすることになったりとか、もうすごい困ったんですね。じゃあ何枚用意すればよかったのか、それをプログラミングで計算しようというのが今回のテーマです。前にこちらの動画で紹介した6つのステップに沿ってシミュレーションを進めていくので、もし今回の動画を見てもらって曖昧な部分があったら、後でこちらの動画も合わせて見てみてください。それでは早速この釣り線問題をシミュレーションしてみましょう。まずはじめにシミュレーションの全体の流れを振り返っておくと、まず前半ステップ1から3までがモデル化という作業ですね。扱う問題を明確にしたり分析したりして、シンプルな数式や図、つまりモデルで表現するということを行います。そしたら実際にプログラムを作って動かしてみるというのがシミュレーションでしたね。そしてその結果を見てモデルの条件を修正して再びシミュレーションすると、ここをぐるぐる動かしながらベストな解決方法を探していくというのが大まかな流れでした。じゃあそれぞれのステップを一つずつ考えながら釣り線問題をシミュレーションしてみましょう。ではまずステップ1ですね。今回扱う問題を明確化します。今回は文化祭で200円の商品を販売したいという状況を考えてみましょう。この時この商品を買ってくれる人はいろんな支払い方のパターンがあるわけですね。例えば100円玉2枚でぴったり200円で支払ってくれるかもしれないし、500円玉で支払ってお釣りを渡すようなケースも出てくるかもしれないと。なので前もってお釣りの100円玉を用意しておく必要があるわけですが、じゃあ一体何枚用意しておけばいいんだろうというのを今回は考えていきます。じゃあこの枚数を求めるときにどんな要素について考えておけばいいんだろうというのをステップ2で分析します。まず考えなくちゃいけないのが100円玉の枚数ですよね。500円玉の枚数も必要になるかもしれないということで合わせて書き出しておきます。そして100円玉や500円玉がそれぞれ何枚になるのかというのは、お客さんの支払い方、つまり200円で支払うのか500円なのか、その割合に関わってきますよね。そしてもう一つ重要な要素があるんですが、何だかわかりますか？もう一つ考えておかなくちゃいけない大切な要素がお客さんの人数です。というわけで、このように100円玉の枚数はどんな要素、どんな値によって決まるかというのをステップ2では考えていきます。ポイントになりそうなのは、お客さんの支払い方と人数になりそうだというのが分かったわけですね。じゃあこのような要素がそれぞれどういう関係になっているのかというのをステップ3で数式なんかを使って表現していきます。まず重要なポイントの一つ目ですね。お客さんの支払い方法、200円と500円の割合は何パーセントで考えようかというのをひとまず決めるわけですが、今回はそれぞれ 50% で支払うものというふうに想定してシミュレーションを行うことにします。じゃあこの支払い方がそれぞれ半々だというのをプログラムで表現するにはどうすればいいだろうということで、今回は乱数というものを使ってシミュレーションすることにします。乱数というのはランダム値のことでしたね。 Python ではランダム関数というものを使うと 0.0 以上 1.0 未満のランダム値を取得することができます。その関数を使って値が 0.0 以上 0.5 未満の場合、お客さんが200円で支払ったことにしようと。そして乱数が 0.5 以上 1.0 未満の場合は500円玉で支払われたものというふうに考えることにします。この時200円ぴったりで支払われた場合は100円玉の枚数がどうなるかというと、100円玉を2枚もらうことになるので100円玉の枚数はプラス2枚ということになります。一方500円玉で支払われた場合はお釣りとして100円玉を3枚渡すことになるので、100円玉はマイナス3枚ということになりますね。このような計算がそれぞれ 50% の確率で起きるようなプログラムを後で動かすことになります。そしてこの処理を何回繰り返すかというのがお客さんの人数に関わってくるわけですが、お客さんの人数は今回50名という想定でシミュレーションしてみたいと思います。
では続いて4番ですね。左側で考えたモデルを実際のプログラムにして動かしてみるというシミュレーションを行います。こちらがこの後動かすプログラムの一部を抜粋したものですね。100円玉の枚数に関わる部分を青文字で、支払い方の割合ですね、乱数に関わる部分を赤文字で記述しています。まずはプログラムの全体像を理解していきましょう。まず最初、100円玉の枚数を表すコインという変数に0を代入しておきます。そしたら続いて当分ですね、 in range 50ということで、この intend してる部分、ここの処理を50回ぐるぐる繰り返すという構造になってます。じゃあどんな処理を繰り返すかというと、まず最初ランダムモジュールのランダム関数を呼び出して、0以上1未満のランダム値を取得しています。代入先の変数は rn ランダムナンバーですね。続いて if 文で、そのランダム値の値が 0.5 未満の場合はすぐ後の処理を、 0.5 以上の場合は else 接の処理をするということで、乱数の値によって処理を切り分けています。ランダム値が 0.5 未満ということは、支払いが200円ぴったりだったということで、100円玉の枚数にプラス2した値を新しい枚数の値として上書きすると。 else の方は500円玉の支払いということで、100円玉の枚数を3枚減らして上書きしています。そして最後はプリント関数ですね。100円玉が今何枚あるのかというのを画面に表示するというプログラムになっています。この処理を50回繰り返す中で、50回、その時の100円玉の枚数が表示されるわけですが、これ500円の支払いが増えてくるとどんどんマイナスになっていくわけですね。その最大のマイナスの値、つまり最大の不足枚数がお釣りとして事前に用意しておく必要がある枚数だというふうに考えることができます。これが今回のプログラムの大まかな流れですね。では早速パソコンの画面に切り替えてシミュレーションを行ってみましょう。はい、こちらが今回のシミュレーションで動かすサンプルプログラムですね。さっきホワイトボードでプログラムの大まかな流れを解説したんですが、少し改良を加えているので、そのあたり先に解説します。まずはプログラムの1行目ですね。ここの部分でインポートランダムということで、ランダムモジュールをインポートしています。3行目、4行目、ここで2つの変数に0を初期値として代入しているんですが、4行目はミニマムの100円玉の枚数、この変数を作ってあります。これ何かというと、処理を50回繰り返す中で一番少ない値を取っておくための変数ですね。つまりここの値が必要なお釣りの枚数になるという値になります。続いて6行目以降ですね。今選択している部分が for文の繰り返し処理になります。まず6行目でレンジ関数が、さっきのホワイトボードでは50だけでしたが、ここでは1と51、繰り返しの開始と終了の値を指定しています。つまり i の値が1から50まで変わっていくわけですが、なんでこんなことしてるかというと、14行目ですね、ここのプリント関数で一人一人100円玉の枚数を計算した後にその結果を出力するわけですが、この最初の部分、今選択しているところで i 人目ということで、何人目の処理なのかを確認しやすいように画面に表示するというために変数 i を使っています。ここが1から50まで変わった方が見やすいというわけですね。そしてその後見てもらうと、ここの部分で変数 pay の情報を画面に表示します。この変数 pay って何者かというと、例えばここの部分、7行目のランダム関数で取得した値が 0.5 未満だった場合、ここの処理に入るわけなんですけど、200円という文字列を変数 pay の中に代入してるんですね。これをプリント関数で出力することによって、支払いが200円だったのか、それとも500円だったのかというのを確認しやすいようにしてあります。そして14行目で結果を出力した後に、15行目の if 文ですね、ここの部分何をしてるかというと、支払いが終わった後の100円玉の枚数、コインの値がその時の最小枚数、ミニマムコインよりも下回った場合、最小の枚数を更新しようということで、16行目、その時のコインの値をミニマムのコインの中に代入して最小枚数を更新するという作業を行っています。ここまでの処理を法文で50回繰り返した後に、最後18行目、この18行目のプリント関数は最大不足枚数を表示するんですが、ミニマムのコインという変数にはマイナスいくつという数字が入っているので、枚数として表示をするためにマイナスをプラスに変えるという処理を行っています。それがこの ABS という関数ですね。これアブソルートという英単語の頭文字を取ったもので、絶対値を求めるための関数です。
そうすると値がプラスに変わるので、最大不足枚数が何枚という形で画面で確認できるようなプログラムになっています。それではこちらのプログラム、実際に動かしてみましょう。はい、ということで結果見てみると、一番下ですね、最大不足枚数は25枚ということでシミュレーションの結果が出てきました。上から簡単に確認してみると、まず一人目ですね、支払いが500円だったということで、100円玉はマイナス3枚になってます。二人目も500円で、100円玉マイナス6枚。そして三人目は200円だったので、100円玉はマイナス4枚になっているということで、ランダム値を使って100円玉の枚数が計算できていることがわかります。そして今回のシミュレーションはランダムな値を使っているので実行するたびに結果が変わるんですね。試しにもう一回実行してみましょう。はい、ということで2回目のシミュレーション結果は最大不足枚数18枚となりました。このように確率的に結果が変わるような場合は何回かシミュレーションをして結果を見てみるということがよく行われますね。ここまでが4つ目のステップのシミュレーションになります。はい、今見てもらったようにシミュレーションを行うと何らかの結果が出てきます。その結果を踏まえて、じゃあこういう条件だったらどうなんだろうというふうにモデルを修正するようなことがよくあります。例えば今回であればお客さんの支払い方の割合を変えてみるというイメージですね。これはもし500円で支払われる割合を増やしてみたらどうなるんだろうということで、例えば上のプログラムであればここの部分ですね、 0.5 を 0.4 に変えて実行してみると500円の支払いが 60% という想定でシミュレーションすることができます。あとは多分皆さんも気づいてると思うんですが、支払いが1000冊だった場合どうなるんだっていうパターンもありますよね。この場合は500円玉の枚数もプログラムの中で定義してシミュレーションしていく必要が出てきます。このようにしてモデルの条件を変えながらシミュレーションを繰り返すことでより良い問題の解決方法を探していくわけですね。そしたら最後、具体的に問題を解決するための行動を起こすわけですが、今回の場合はシミュレーションの結果を踏まえて必要なお釣りを用意することになります。あと場合によっては違う視点で問題を解決するというケースもあります。例えば1000冊を加えた場合のシミュレーションした結果、必要なお釣りの枚数が多すぎるという結果が出た場合は紙幣での支払いはお断りしちゃうというような解決方法も考えられますね。このように今回事前に必要なお釣りの枚数についてシミュレーションを通して解決方法を考えてきました。このお金の支払いというのはお客さんによって違う、つまり偶然の要素が含まれるわけですが、このようなケースでは乱数を使ったシミュレーションがよく行われます。このようなシミュレーションをモンテカルロ法といって、今回のような確率的モデルをシミュレーションするときにとても効果的です。このモンテカルロ法という名前も頭の片隅に入れておいてください。というわけで今回は釣り銭問題のシミュレーションについて解説をしました。この全体の6つのステップをぜひ理解しておいてほしいのと、今回動かしたプログラムはこの動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ興味がある人は皆さん自身でも動かしてみてください。もし今回の動画が良かった、参考になったという人は、この動画を他の人にも見てもらえるようにぜひいいねやコメントなどしてもらえたらとても嬉しいです。そして次回はまた違ったリアルで起こる問題をシミュレーションするので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。